こちらおす、中までたっぷりチェアです。100人マリオチャレンジ、今日は普通でゆるりと遊んでいきたいと思います。さあ、どんな変なコースに会えるかな。変なコースとか言っちゃ失礼か不思議なコースに出会えるかな。スタッカー、スタッカー、うー、取れた。取れた。大丈夫か。ジャンプ、ざまねえな。ほら、なに？ピーあ、取られた。そうか、取られちゃうのか。もうちょっと遊びたかったんだけどな。てか、他の敵たちは一体どこに行ったんだ。まずは1コースクリア。クッパ倒してあげたかったんだけどな。残念。ステージ2参りましょう。ミュージック and make your own music。 え？ステージ3参りましょう。ステージ2何があったのかは皆さんで確認してください。なんだまた。普通くらいになるとタイトルもちゃんとつかなくなってきますからね。FHGHM とは。まあいいでしょう。入っていきましょう。お、嫌な予感しかしねえぞ、この青ドクロ。やめてくれよ。あ、でも右の方には続いてますね、ちゃんとね。ここ、左経由させた意味がさっぱりわからないけど、突っ込んじゃいけないやつですね。ここで、はい。ドアに入りまして。ツタを登りまして。これまた、ドクロじゃ。何がさせたいのかな？はい。はい、そうなった。はい、そうなった。はい、はい、はい。これただ繋げてみたかったのかな？このラインをさ、繋げてドクロを走らせてみたかったんじゃないかな？多分ね。半端ねえ続くな。右飛びして。でもこれ、最初からやり直すのも結構億劫なんで、右飛びはしません。何も先が見えねえ。先が見えねえぞ。あ、でもなんか終わりっぽい雰囲気ですね。あ、焦るわ。焦るわ。あ、なんか、キノコっぽいものが。お、しゃがんでないとやばかったやつ。これはそのまま乗ってて大丈夫ですね。なかなか厄介だな。え、まだやんのかい。やっほーい。オッケー。ただ青ドクロ乗ってるだけだったな、このステージ。これだから普通は楽しいんだよな。ステージ4参りましょう。これがパート182なんですよね。楽あればクアリ。またパート200は、生放送しようと思ってますよ。これなんか見覚えあるな。見覚えあるな。最初のギミックはレトルトさんのとこで見たら。地は何ですか？ジョイ着地して入ります。で持ってくるんってしてつながって、これ難しいんじゃね？ですよね。これ相当むずいよね。いやーこれ相当やべえぞこれ。いやいやいや、いやーこれ死ぬわ。これ相当やべえぞ。投稿者はこっちでクリアできなかったからドアを置いたわけじゃん。これこっちでクリアした人多分いないと思うんだよね。あんだけ真ん中踏んでダメなんだったら無理だよな。これ本当にど真ん中だったらいけんのか。いや、これ無理だな。うん、無理だわ。ステージ5、参りましょう。もし、トゲゾーの方で、トゲの方でクリアした人いたら、コメント欄にぜひ。まあ、無理だと思うけど、あれは。まあ、無理だと思うけど。相当やってればワンチャンあるか。お？これは右に行くのが正解なのか。こっちかな？こうなって、え、市販自動、嘘、
おお、ほんとだ。おお、すげえ。死んだ。スクロールがずれたんだろうな。ほんとか？ほんとなんか？お、耐えた。OK。おー、ゴール。ステージ6、参りましょう。P スイッチタワー、P スイッチタワー。おー、すげえ。おー、おー、せめてこれも。置いといてあげよう。はい、OK です。すげえ。今のギミック作って、使ってなんかできそうな気するな。なんかできねえかな。ステージ7、参りましょう。ラッキー7、クッパーを倒す、やった。あー、でもそうやって倒すのか。ファイヤーで倒したかったんだけどな。さあ、行こうぜ。できればファイヤーお願いします。スターかー。スターじゃなくてファイヤーを。ダメだ。あ、乗ってる。クッパの上にバウザーが乗ってる。ややこしい言い方。ステージ8参りましょう。ゆるいなぁ。普通はゆるいなぁ。お、読めない。なんか2ベよ。でもオートマチックらしいよ。とりあえず。お、降ってきた。おー。ニベアオートマチック。耳が痛い人もいるだろうな。ニベアと聞いて。多分時間余ってると思うんで。キープホールド。下、よ、右 YB ね。了解。行くぜ。いいねランキングでちょっと遊んでいきたいと思います。おお、おお、おお、あ、レッティーが。おお、また乗った。お、素晴らしい。すげえ。これはすごいな。超斬新じゃん。まあ、今まであんまないね。今踏めるんか。すげえ、右 YB はあんまないよね。しかも T ヨシザウルススタイルなんか全然ないよね。おお、すげえ、また乗った。うわ、これはすごいわ。いいねランキング1いくわ、これは。これはすげえわ。連続踏ん張り。頑張って。あ、入れるのね。頑張れ、ヨシザウルス。T ヨシザウルスー、ゴーン。素晴らしい。これはレベル高えわ。1の4だって。1の4か。1の4を作ってくれたんだね。多分1の1とかもあるんでしょうね。多分このチョロプーの穴みたいな感じの意味のコースだと予想できますね。さあ行きましょう。やっぱ入れた。めちゃめちゃ深そうだな。お、赤コイン。3。あと2つ赤コインを見つけ出さなきゃいけないっぽいね。ファイヤー、勝ちゲー来たー。これは入れないんだな。危ね。取られねえぞ、今日は。あ、取られる今の。危ねえ。最初に取ったのが3だったっていうのがちょっと面白いですね。上ありますよ。お、入れますね。で、お、なんか赤コインがありそうな。あー、そんな。どれかな、一番手前。お、来た来た。 OK、 危ねえ。お、赤コイン発見。うわー、これ結構むずい。ほっほっほっ、うん、ほっ、しゃがまないとダメかも。よし、オッケー。危ねえ、挟まれて死んだと思った。ここで緑の悪魔ゲット、2枚目確保。はいはい。あー、そんな。入るのか、最後。ほっ、ほっ、ほっ。
よし、オッケー。あと1枚。あと1枚。あと1枚。よっ。タイミングよくいかないと。あ、食らった。こればっかりは仕方ねえ。オッケー。難しい、普通に。これ乗ってて大丈夫。おお、これは難しそうだな。うわー、これやべえかも。うわー、死んだか。尻尾かつぎですね。当たらないようにすればいいだけだから。さあ、赤コインですね。あと1枚どっかで見つけてこなきゃいけないんですけど。あった。あれ、でも鍵にならなかった。ただ集めるだけでよかったのか。オッケー、尻尾慣れたら強えわな。じゃあこちら行ってみましょうか。2500いいねですね。上半自動2500、おめでとうございます。 A なんだね。 A でいいんですね。 A ってあんまないよね。おー、すーげー。これあれだね。激ムズ系のコースでありそうだね、これね。なんかパンガさんとか出しそうじゃない、これ。これパンガさん出しそうだよね、なんか。ティーオチザルス。すげえ。イエーイ。ナイスジャンプ。2500おめでとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、また別の動画でお会いしましょう。アディオスアミーゴー。